現代の地図でケーニヒスベルクを見つけるのは不可能です。しかしこの町は一つの特徴的な地形により数学の分野で最も有名な町の一つになったのです。この中世ドイツの町はプレーゲル川の両側にまたがっており、その中心には二つの島がありました。二つの島と川岸はそれぞれ七本の橋でつながっていました。数学者で後に近くの町の市長になったカール・ゴットリーブ・エーラはこれらの島と橋に関する一つの問題に取りつかれるようになりました。どの経路なら同じ橋を二度渡ることなく七本すべての橋を渡れるのだろうというものです。ちょっと考えてみてください。高3ですか？当然です。不可能なのです。一方、その理由の説明を試みる過程で有名な数学者レオンハルト・オイラーは数学の新しい分野を生み出しました。カールは手紙を書き、オイラーに助けを求めました。オイラーは最初この問題は数学に無関係として片付けました。しかしこの問題と格闘するほどそれ以上の何かがあるのではないかと考えるようになりました。彼が出した答えはそれまで存在しなかった新しい幾何学の分野、彼自身は位置の幾何学と呼び、現在はグラフ理論というものに関係していました。オイラーの最初の洞察はどの経路で島や川岸を往来したかは関係がないということでした。このように地図上の4つの土地は現在我々が頂点と呼ぶ一つの点として、橋は頂点の間の直線もしくは辺として単純化できます。そしてこの簡素化されたグラフは各頂点の次数、つまり各地点につながる橋の数を数えやすくします。なぜ次数が重要なのか。このクイズのルールでは、旅人がある橋を通って一つの土地に到着したら他の橋を通って出ていかなければなりません。これはルート上にあるすべての頂点で到着と出発のための橋が対になる必要があるということです。すなわち個々の土地につながる橋の数は偶数でなければいけないということです。唯一例外が認められるのは出発地点とゴール地点です。この図を見れば4箇所の頂点すべてが奇数の次数を持っていることは明らかです。したがってどのような道筋であってもどこかの時点で橋は2度渡らないといけないのです。オイラーはこの証明から2つ以上の頂点を持つすべてのグラフに当てはまる一般理論を作りました。すべての辺を一度だけ通るオイラー論には2つのシナリオしかありません。最初のシナリオは2つの頂点だけが奇数の次数を持ち、残りの頂点の次数が偶数のものです。この場合には奇数の次数を持つ頂点の1つが出発地点となり、もう1つの頂点がゴール地点です。2つ目のシナリオは、すべての頂点が偶数の次数を持つ場合です。この場合は出発地点とゴール地点は同じ場所になり、オイラー平路と呼ばれる回路を作ります。ではケーニヒスベルクでオイラー路を作るにはどうするのか。答えは簡単です。どれか橋を一本取り除けばいいのです。その後歴史は自らオイラー路を作りました。第二次世界大戦の最中にソビエト空軍が町の2本の橋を破壊したため、オイラー路が簡単に作れるようになりました。公平を期すと、ソビエトの目的はオイラー路ではなかった。これらの爆撃によってケーニヒスベルクはまさに地図から消し去られ、後日カリーニングラードというロシアの町として再建されました。だから7本の橋があるケーニヒスベルクの町はもう存在しないかもしれませんが、他意ないクイズから数学の新しい分野を生み出した町として歴史的に記憶されることでしょう。数学で最も有名な都市の一つを知りましたが、では絵画で最も有名なものの一つは？この動画ではゴッホの星月夜の秘密を探ります。